ゴルフネット TV をご覧の皆さん、ツアープロコーチ南ゴルフアカデミー南秀樹です。今回は8時を切るために必要なドリル、練習でできること、コースでできること、僕なりに考えていることを皆さんご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。それでは8時を切るために必要なアドレス作りについてお話しします。まずグリップなんですが、左手のグリップはなるべく下から絶対持たない、少し上から持つような感じで構えましょう。まあ基本的に親指っていうのはクラブの上に来ます。あんまりこう外さないようにしましょう。これはトップを作った時にクラブがグラグラするから絶対に親指は中に入れましょう。で上からパッと見てこっちもまあ2ナックル見えるぐらいの感じで構えます。で問題は右手なんです。右手を構える時には反対に、皆さん多いのが結構こう持たれる方が多いんですよね。これはあんまりよくありません。なぜかというとグーの状態で打つっていうことはないってことです。イメージはパーの状態になっていきます。その時に作っていく中でまず肘は上向き、肘がこうなってくるとだん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 これはスライスの構えになっていきます。なんで少し上向きで構えます。そして手のひらをこの時にこう構えないように少し下から持ちます。でそれをこのまま向けていく、だとここに角度ができてヒンジが作りやすくなってきます。一遍やってみます。まず上から構えてきて右の肘は下から持って、手のひらはこっちにしてから持つ。これでまずグリップの完成になります。なぜ右手の向きがこっちになってダメかというと、肘から先、ここに対してボールに圧力をかけてくるから、右手がこうだと圧はかかってきません。なんで右の肘から手のひらにかけるために手の向きは絶対にこうならないようにこうしておく方が圧を感じやすくなってくるということです。そしてセットして、まず上半身、よく皆さんの脇をこう締めてギュッと構える方いらっしゃいますけど、まあ、人間の体っていうのは腕っていうのはもう必ず横についてるわけなんですよね。なんで無理してこうここで締めようとしないと、しないようにして逆に背筋で伸ばす、そこでグリップすると、まあ、放っておいても脇は締まってます。なんで上はこの状態でそのまま構えてくれば大丈夫で、下は反対に下半身の場合は一番ダメなのが股関節が入ってない状態、こういう状態ですよね。腰が丸い状態、これは腰にも負担がくるし腰痛の原因にもなります。で少しだけ股関節を入れて構える、これはなぜかというと膝の動きっていうのがこれで安定していきます。まあ、あのコースの中に入ると皆さんももちろん分かっていると思いますけど、下半身ではよくグラグラ動く、疲れてくると余計動きやすくなるということです。そのために股関節を軽く入れて構える、これは椅子に座った状態と同じになってきます。スイングする中で大事なのはお尻の位置が変わらないってことがすごく大事です。なんでまず下半身は股関節を入れて構えて、上半身は肩甲骨を軽く伸ばす感じで構えてみましょう。そして次にですね、大事なのがボールの位置とグリップの位置。これ皆さん結構迷う方多いと思うんですけど、上手い人になればなるほど例えば低い球を打とうと思ってボールを右にする、その時に手の位置がすごく前に来る、これははっきり言って邪道です。もうあのグリップの位置というのは左目の下で固定、なぜかっていうとこの状態でアイアンが例えばじゃあ真ん中で構える、その時にはハンドファーストになってますね。でも逆にじゃあちょっとドライバー持ってみましょう。同じ位置で例えばドライバーを構える、ドライバーの場合はもう基本的に左足かかと線上から少しまあ右に行きます。その時に左目の下に来るときっちりもうまっすぐになってくるってことなんですよね。わざわざグリップの位置を動かさなくてもここでも固定ができるから、コースの中に入っても迷わなくなってきます。で次にボールとまあ遠すぎてももちろん近すぎてもダメなんですけど、基本的にはグリップと中の間隔は拳1個半から2個です。まあ、
僕らみたいなこうちょっと背のちょっと高い人間っていうのは少しはやっぱ遠くなってきます。でも基本的には拳1個半から2個にしておきましょう。次にスタンスなんですが、あまりこうまっすぐにしすぎるも良くないし、これもよく、まあ、これもあんまり良くありません。こう開きすぎると反対に股関節が開いてしまうので少し開いた状態になります。まあ、人間の体っていうのは寝っ転がった時にこういう感じになりますね。自然にこういう感じになるようなスタンスの取り方をしていきます。で、気をつけないといけないのが、つま先で皆さん結構まっすぐ見られる方が多いんですけど、つま先は開く度合いによってこれでまっすぐ見えるわけなんですよね。でもこの場合かかとはクローズになってます。だから最初にまっすぐ構える、それから開いて構えるようにするとスタンスの向きっていうのが狂わなくなってくるので、最初は少しまっすぐ目に構えて合ってるかなって感じで構えてから、それから広げるようにしてやりましょう。そうすることによってスタンスの向きのばらつきがなくなってくるようになってきます。左手のグリップは少し上から持つように感じで構えましょう。親指っていうのはクラブの上に来ます。右手を構える時にはグーの状態で打つっていうことはないってことです。イメージはパーの状態になっている。肘から先、ここに対してボールに圧力をかけてくるから、右手がこうだと圧はかかってきません。なんで右の肘から手のひらにかけるために、手の向きは絶対にこうならないようにこうしておく方が圧を感じやすくなってくる。右の肘は下から持って、手のひらはこっちにしてから持つ。無理してこうここで締めようとしないと、しないようにして逆に背筋を伸ばす。そこでグリップすると、まあ、放っておいても脇は締まってます。で、少しだけ股関節を入れて構える。大事なのはお尻の位置が変わらないってことがすごく大事です。もうあのグリップの位置というのは左目の下で固定、グリップとお腹の間隔は拳1個半から2個です。次にスタンスなんですが、つま先は開く度合いによってこれでまっすぐ見えるわけなんですよ。だから最初にまっすぐ構える、それから開いて構えるようにするとスタンスの向きっていうのが狂わなくなってくるので、最初は少しまっすぐ目に構えて合ってるかなって感じで構えてから、それから広げるようにしてやりましょう。そうすることによってスタンスの向きのばらつきがなくなってくるようになっています。それでは続いてインテンショナルフックスライスです。これはなぜどこで必要かというと、コースの中に入ると傾斜があります。その傾斜に沿って例えば打つ練習をする中で、まずこの曲げる球が打てることによって、まあ、スイングというかその攻め方の可動が広がってきます。なのでここは必ず練習しておくと便利になっていきます。まあ、でも最近のグラブっていうのは直進性っていうもんじで作ってます。だからボールもそうですけど、ボールが曲げにくくなってます。だからこそボールを自分でコントロールとして曲げれることができるようになると、もっともっとコースの中の攻め方としては優位になってきますので、皆さんもぜひやってください。まずスクエアにセットする。それから一番気をつけないといけないのは、フェイスの面は変えない。アドレスだけをまず右に向きます。この時に気をつけないといけないのは、スタンスの向きだけじゃなくて体全体を右に向けることで、体全体を右に向けた中で軌道自体は足のラインで振ってくるようになってきます。で、この時もそうですけど、体の向きはフィニッシュで無理に向こうに向かないようにしましょう。なぜかというと、無理に向こうに向きに行くと出玉から左に飛んでしまいます。なのでフィニッシュ自体はフックの場合はあまり向こうには行きません。ここが正解になってきます。で、逆にスライスですけど、スライスの場合はもちろん反対で、スタンスから全部左に向ける。で、この時も肩の向きが絶対右に向かないように、肩の向きもしっかり左に置く。で、必ずボールの位置をチェックしましょう。ボールは必ず真ん中に置いて、それから今度はスライスの場合は反対に体をしっかり開いていくようにしないと、体を止めると今度は逆に出球が左に出てまっすぐ行くようになってきます。これがインテンショナルフックスライスです。注意してほしいことなんですけど、フックの場合は特に皆さんこう手でこうこねてフックを打とうとします。こういう動作が入ると
必ずクラブは寝てくるので、反対にボールに対してダフりやすくなってきます。スライスの場合は反対で、やっぱり鋭角に打とうとしやすいんですよね。この鋭角に打とうとすることで、今度逆にボールは滑って右に入っていきます。なのであくまでも全てスクエアにクラブは入れていって、それに対して自然な感じでクラブを放り出すようにしていかないと、ボールの回転というのは非にかかってこないと思いますので、そこに気をつけてやってみてください。アドレスだけをまず右に向きます。この時に気をつけないといけないのは、スタンスの向きだけじゃなくて体全体を右に向けること。で、体全体を右に向けた中で軌道自体は足のラインで振ってくるようになっています。体の向きはフィニッシュで、無理に向こうに向かないようにしましょう。無理に向こうに向きに行くと出玉から左に飛んでしまいます。フィニッシュ自体はフックの場合はあまり向こうには行きません。スライスの場合はもちろん反対で、スタンスから全部左に向ける。で、この時も肩の向きが絶対右に向かないように、肩の向きもしっかり左に向く。で、ボールは必ず真ん中に置いて、それからスライスの場合は反対に体をしっかり開いていくようにしないと、体を止めると今度は逆に出玉が左に出てまっすぐ行く。